こんにちは。今日はチャット GPT で使えるショートカットキーということでお伝えしようかと思います。まあ、このチャット GPT でもショートカットキーが使えます。で、まあ、なんだかんだソフトを操作するっていうときはショートカットキーが便利ではありますんで、まあ、これをちょっとご紹介いたします。で、画面の方をちょっと切り替えて、まあ、こんな感じですよね。チャット GPT で。で、まあ、ここに、質問を入れるとそれについて返ってくるわけなんですけども、まずここでこのチャット GPT をこうやって開くかと思うんですよね。で、開いた時にここにメッセージ、このチャット GPT にメッセージを送るっていうところにカーソルが行ってるかと思うんですけど、で、ここで例えば、Excel マクロで H2100 とかっていうのを入れると、で、ここの今ちょっとやっちゃいましたけども、ここでエンターキーを押すのが大事ですよね。で、ここでエンターキーを押さずにこのマウスで操作すると遅くなるんで、エンターキーを右の小指で押すっていうのが大事ではあります。もうこれできるようになっておくと他のアプリでもそれが使えますんで、まずはエンターキーを押すと、で、そうするとこんな感じで出てきますと。で、これちょっと、先にあれですね。ここの結果をコピーしたいなって時あると思うんですよ。その時はこのコピーっていうのを押せばコピーができるんですけど、で、コピーして、例えばなんかアプリを開いて、なんかこれを貼り付けたいっていう時ってあると思うんですよね。で、まあ、こんなところで、で、コントロール V って押せばさっきの全文がコピーされてるんです。で、これをショートカットキーでやる方法があって、コントロールとシフトと C って押すと、こんな感じで、まあ、ラストレスポンスコピーズとクリップボードっていうことで、これがコピーされましたよっていうのが出るんで、ここにコントロール V やると早いですね。で、こうやってチャット GPT に戻ってきたときに、次にメッセージと言いますか、質問を入れるときには、ここをこうやってクリック。する必要があるんですけど、これもショートカットキーがあって、シフトキーとエスケープっていうのを押すと、ここにカーソルが行くんですよね。だからこの辺をクリックしといて、シフトとエスケープで、ここにこうやって入れることができるんで、これも便利ではあります。で、私がよく使うものとしては、あとは、ここの質問をちょっと変えたいなって時あると思うんですよ。で、そういう時はここをクリックして、これを例えば200とかに変えるんですけど、この後にエンターキーをさっきのように押すと、こんな感じで改用になっちゃうんですよね。で、ここの場合はタブキーを押して、この保存して提出にカーソルが行くので、タブキーを押すと。タブキーを押してエンター。だからタブエンターでこうやって素早くもう一度質問ができます。ここのクリックはせざるを得ないんですけど、ここのクリックはせざるを得なくて、タブエンターってやると、今これ変えてないからですね。ここでタブエンターってやると、こうやって素早く実行ができます。この保存して再提出っていうのが、保存して提出っていうのができるというところです。あと私がよく使うのは、コントロールシフトと S。まあ、これサイドの S って覚えていただくと、こんな感じで、ここに、このずらっとメニューとか過去のやつがこう出てるんですけど、これコントロールシフト S で消したり、広げたりっていうのができます。まあ、ノートパソコンで使ってる時ですとか、ウィンドウをこの、ちょっと、狭めて使う時なんかにも便利ですし、まあ、誰かにこのチャット GPT を見せるときに、過去のものがあんまり見えたくないなっていう時は、これ使うといいかなと思います。で、もう一つは、このチャット GPT って、この続きでずっと打っていくと、同じような回答が出てくるわけなんですよね。で、どうしてもうまくいかないときは、新しくチャットを開いた方がうまくいくときがあります。まあ、そうすると、担当が変わるみたいなイメージなんですよね。で、そこにまた同じものをコピーして入れても、また違った答えっていうのは出てきます。で、例えば、これぐらいシンプルだとあんまり関係ないかもですけど、これでコントロール、
コントロール C とコントロール V で貼り付けると、まあ、こういう違う風なのが出てくることがあります。で、例えば私がよく使うのってこれなんですけど、これが通じるときと通じないときってあるんですよね。で、これでもうやっぱりコントロールシフト O で O を押して新しいチャットを、あ、その、そうですね。この新規に立ち上げるっていうのはコントロールシフト O でできるんですよ。で、コントロールシフト O で立ち上げて、この貼り付けてエンターキーを押すと。で、そうするとこんな感じで。これって私が毎週書いてる週刊メルマガでこういう日付のリストが欲しいんですよね。で、最近これ毎回チャット GPT 使ってます。で、こうやると続きを含めて7つリストにってやるとこんな感じで1週間のリストっていうのがあって、こういうリストを作ってここに、まあその1週間何やりましたみたいなのを週刊メルマガに書いてるんですよね。それでこうやって作ってます。でもこれでうまくいくと、だいたいうまくいってますね。これはブレないかな。たまにうまくいかない時があるんですよね。続きを7つってやるとうまくいかなかったような気がします。そうですね。この後の続きになっちゃうんで、で、これをちゃんと読み取ってくれる時もあるかなと思うんですけど、ああ、やっぱ、あれですね。これは質問があんまり、ある意味、良くなかったですかね。続きを含めてなんですか。続き。自分で何て入れてたかあれでしたけど、日付のリスト、続きを含めて7つリストにですね、まあ、これでこれだと通じますね。通じるんで、うん、これで通じますね。で、どっかこの辺で特にまずいものはないかなと。そうですね。なんかこういうちょっと複雑なものだったら、このチャット、新しいチャットを開いた方がいい答えが出る時がありますね。で、今がこんな風なのが出て、で、また新しいチャット開いて、うん、こんな感じで続きが出てこない場合があるんですよね。なんかこうやって怒られて倫理的な制約に違反する可能性があるとかって出てきて、なんかこの Python を出して欲しいのに、このプログラムをミングを出して欲しいのに出てこないっていう場合もあるんで、そんな時は違う人に行くとこんな感じで一般的な方法を教えてくれみたいな感じにできたりとかっていうのはあります。で、何度か今やっていくと微妙に答えが違ったりもするんで、まあ、ちょっとそうじゃないんだよなっていう時にはもちろんここを修正するっていうことも大事ですけど、新しいチャットに入れてみるっていうのも大事ではあります。まあ、これが新しいチャットを開くっていうものですね。あとはですね、このコントロールとスラッシュをこの出すとこのキーボードショートカットっていうのが出て、で、私がさっきお見せしたのはここら辺ですね。で、このコードブロック、最後のコードブロックってこういうものなんですけど、これをコピーっていうのは、これって、Chrome の場合は、Chrome の拡大っていうショートカットキーとバッティングするんですよね。で、そっちの方が動いちゃうんで、これはちょっと Chrome だと実質的に使えないですね。他のアプリでも使えないかもしれないですよね。このどっちかが自由に変えられないと。で、あとナビゲーションというのはこの横のものですね。あとカスタム指示を切り替えるということで、まあ自分なりの指示を出せる、あらかじめ入れておけるっていうのはコントロールシフト I とかで、これは私はあんま使わないんですよね。まあ使ってもいいんですけど、なんかこの、
あんま入れた方が使いにくいなってところがあって、で、あとチャットを削除っていうので、もしそれ消したいなっていう時はコントロールシフトと、これはバックスペースですね。デリート。バックスペースですね。で、キーボードショートカットキーはコントロールとスラッシュで。だから、エンターとタブエンターとコントロールシフト O とコントロールシフト S が一番私は使えますかね。まあ、最後の応答をコピーっていうのって、まあそんなに使わないかなと、そのままチャット GPT の答えをどっかに貼り付けるっていうのはなかなかやらないかなと思ってはいますんで、まあ、そんな感じでチャット GPT でもいろいろショートカットキー、もちろんこのコントロール C、コントロール V っていう基本のショートカットキーも含めてです。で、そういうのも含めて使ってみていただくといいかなと思います。はい。じゃあ今日はそんなところで終わらせていただきます。ありがとうございました。